こんにちは。歴ショックです。今回は、陰陽師として藤原道長はじめ多くの貴族と関わりを持った阿部春明の生涯について紹介します。式神を操る異能者のイメージのある阿部春明ですが、実際の仕事の多くは、膨大な暦の知識を生かし貴族に対し機密の管理を行うなど地味なものが多く、貴族として、陰陽師以外にも一般貴族同様、税関連の仕事などもしていました。ですが、呪術や占いも手掛け、雨乞いを成功させたり、一条天皇を病気からたちまちに回復させるなど、超人的な行動も藤原道長ら当時の貴族たちの日記に記されており、こうした陰陽師としての実績が膨らみに膨らんで現代に伝わっていると言えます。春明が実際に陰陽師になれたのは40代後半と遅く、自身の名声を高めるために新たな陰陽道を創出したり、時には先に亡くなった師匠の手柄を自分の手柄として吹聴して回るなど、なりふり構わない手段で名声を手にした人物でもありました。今回は、優秀なのは間違いないものの、名声を求めインチキも行い、貴族としての出世のために藤原道長に個人的に仕えるなど人間臭い一面もあった、陰陽師、阿部春明の生涯について紹介します。陰陽師になったのは単に出世しやすかったから。阿部春明の出自。阿部春明は921年大膳大夫などを務めた下級貴族阿部正樹の子として生まれました。藤原道長の45歳年上、その父兼家の8歳年上と、後に深く関わることとなる藤原一族よりはるかに年上で、道長の時代にはすでに70代になっています。阿部家は代々陰陽師を世襲してきたわけではなく、春明が初めて陰陽師となり、その後春明の子孫が家業として継承していきました。春明が陰陽師を志した理由も、高尚なものではなく、人材不足で出世しやすそうだった、有力貴族のお抱えになることが多く食いっぱぐれなさそうだったからと、非常に俗なものであったと考えられています。当時の陰陽師は、汚れの有無や行事開催の吉凶を占う牧戦、雨乞い、病気の治療、さらには犯罪行為であった性的の呪詛といった呪術的な仕事を行っていましたが、それ以上に日時の吉凶を管理する仕事が最も多くありました。平安時代には、外出や仏事等が制限される凶日と呼ばれる日が毎日何かしらあり、人々は家から出ない物意味などで対処していましたが、数が多すぎてとても個人の力だけでは対処できず、陰陽師に日時を管理してもらう者が多くいました。特に有力貴族は優秀な陰陽師をお抱えにしていましたが、朝廷の陰陽寮に所属するものでは足りず、奈良の陰陽師である法師陰陽師を頼る者も多くいました。当時の下級貴族の中には、官職につけず貧しい暮らしをする者も多くいた中、陰陽師は収入の期待できる進路の一つだったのです。とは言っても、陰陽師に求められる知識量は相当なもので、春明の時代には、代々陰陽師を輩出していた有力士族でさえ、優秀な後継者を出せず、次々と陰陽師の仕事から離れていくほどでした。陰陽師の仕事は深刻な人材難だったゆえに、家柄で階級が固定されつつあった平安時代には珍しく、実力で上に行ける可能性があった仕事となっており、春明は自ら陰陽師の世界に飛び込んだとされます。春明が陰陽師になった具体的な経緯は、一世紀以上後に成立した今昔物語集など、後世の創作混じりの説話集などからしかわかりません。鴨野忠之という当時一流の陰陽師に少年時代に弟子入りしたとも、下級貴族として朝廷に出仕した後、忠之の子で4歳年上の鴨野康則に弟子入りしたともされています。やがて春明は、朝廷の部署の一つで、占い、天文、暦などを扱う陰陽寮の所属となり、貴族ゆえに、特待生扱いの天文特号賞となって、天体、気象観測を担当する天文博士の指導を受け、陰陽寮の官人としての職務を通じて技量を高めていきました。本来、陰陽寮は大きく3つの部門に分かれ、陰陽師は占いなどを担当する定員6名の役職でしかありませんでした。しかし、春明の師匠、鴨野忠之が全てを兼任するなど区別がなくなっていっており、春明の時代には陰陽師は占いや呪術など幅広い分野を担当するようになります。ただし、陰陽寮の役職としては引き続き存在しており、
春明が陰陽師となれたのは40代後半になった967年頃だとされ、人生の前半は正確には陰陽師ではなかったと言えます。そんな春明の活動が見られるようになるのが、春明が39歳の時、960年に起きた大理の火災で失われた霊剣の修復です。主要な建物をことごとく焼き払ったこの火災で、300年近く前に滅亡した朝鮮半島の百済から伝わった覇者の剣、護身の剣、破敵の剣も消失してしまい、村上天皇は霊剣として複製するには呪術を行う必要があることから、陰陽師を霊剣複製の責任者としました。この時責任者となったのが、天文博士として春明の指導に当たっていた鴨野康則で、春明はその助手として霊剣複製に従事し、霊剣は961年に完成します。鴨野康則は春明のわずか4歳年上ながら、陰陽寮の主要な役職をこの時までに歴任し、陰陽師のトップに立っており、正式な官職にもつけていない春明にとっては雲の上の存在でした。康則は当時としてもとびきり優秀な陰陽師で、霊剣複製をはじめ多くの偉業を成し遂げており、陰陽師の規範と位置づけられるなど、後年、春明が活躍し始めてもなお、現代人の認識とは違い、康則こそ陰陽師のトップと見られていました。康則は、977年に60歳で亡くなりますが、康則死後、いくら名を挙げても春明は康則に届きませんでした。春明は、唯一勝っていた寿命の長さを生かし、霊剣複製から30年以上後、一条天皇の時代になって当時を知る人々が亡くなったのをいいことに、霊剣複製を自分の手柄として語り始めます。もともと優秀だったものの康則の陰に隠れていた春明は、師匠の手柄を横取りするというなりふり構わない手段を用いながらではありますが、やがて時代を代表する陰陽師へと躍進していくこととなります。上が亡くなっていったことで陰陽師のトップに君臨。安倍の春明の躍進。春明の陰陽師としての活動は、冷泉天皇時代の967年から記録にも残り始めており、この時の仕事は占いでも呪術でもなく、朝廷の政治の日時を選ぶ日にちの管理でした。973年には、円融天皇に対し、行事前の道中の災厄を払う変売や呪詛払いを行うなど、陰陽師らしい仕事も行っています。しかし役職は、50代になった972年にようやく天文博士になれただけで、出世してもなお、陰陽道の権威となった鴨野康則の下の一陰陽師の立場にありました。春明は陰陽師全体で3番目の地位にありましたが、陰陽道のすべてを牛耳っていた康則は977年に亡くなり、文野道光も亡くなったことで、60代半ばになっていた火山天皇の時代までにはついにトップに君臨します。もっとも、春明は康則のように陰陽道のすべてを支配できたわけではなく、天文道を春明が、歴道を康則の息子、鴨野光義が継ぎ、これが後に、安倍、鴨野二家が陰陽道を二分することにつながりました。陰陽師のトップとなったことで春明が扱う仕事の重さも増していき、984年の円融天皇から火山天皇への上位、及び安仁親王の立体師の日時を選ぶなど、国家運営の最重要事項に関わるまでになります。火山天皇の後を受けて即位した一条天皇の時代には、天皇家の面々の占いや呪術、日にち管理を行う専属の陰陽師、九郎田所陰陽師に就任しており、一条天皇のための儀式などが春明の活動の中心となっていきました。一方で、陰陽師のトップであったことから有力貴族からの依頼も徐々に増えており、980年代には、藤原実助のために、妾の出産における禊払い、邸宅の邪気払いを行っているのが確認できます。有力貴族からは多額の謝礼も得ていたはずですが、陰陽師のトップである春明は、当時犯罪行為に数えられていた性的の呪詛については関わることはほぼなかったと考えられています。陰陽師による性的の呪詛自体は頻発していましたが、実行犯のほとんどは陰陽寮に属さない野良の奉仕陰陽師によるもので、発覚した場合は処罰対象になっていました。春明ら陰陽寮に所属する官人陰陽師は、陰陽師である前に代々の貴族であるため、呪詛を行い発覚した時に失うものが大きく、普通は手を出さず、やっても超極秘裏に行っていたと見られます。
むしろ、春明ら官人陰陽師に求められたのは、野良の陰陽師を使って仕掛けられる有力貴族への呪詛からの防御であり、春明も藤原道長などに対ししばしば呪詛を払うための儀式を執り行うなど、攻撃ではなく防御側にいました。また、依頼者の命を守るという点では病気に関する占いも行っており、春明も一条天皇が病気になった際には占いを担当しています。当時の病気はたたりや呪詛によるものがあるとされており、春明は最も恐ろしいとされたたたりによるものか否かを真っ先に占って病気の原因を突き止めており、一条天皇が急病になった際は、たたりではなく食中毒であることを見抜いています。春明は病気の診断だけでなく、呪術により病人を回復させることもできたようで、春明が一条天皇にみそぎ払いを行ったところ、一条天皇の病状が劇的に回復し、その功績で聖護院の下から聖護院の上への昇進を果たすほどでした。他にも、1003年には一条天皇の皇子、敦康親王の病気を占った際にもののけの仕業であることを突き止め、もののけの調伏を行っており、その後敦康親王は病気から回復しています。道長の姉、明子の病気療養のための転居も占うなど、春明は天皇や貴族の日常生活に深く関わり、陰陽師の代表としての地位を確立していきました。陰陽師のトップになってから、かつて鴨野康則が行った霊剣複製を自分の手柄として語り始めるなど、権威を高めるための工作も始めており、やがて春明は、独自の技法を陰陽道に取り入れ、新たな陰陽道の創始者として語り継がれるようになります。誰にも邪魔されず独自の陰陽道を創出し、名声を手にする。晩年の阿部の春明。春明は、同時代を生きた有力貴族、藤原行成の権威に、陰陽道の傑出者と記されるなど生前からもてはやされていましたが、その理由の一つに、今までに先例のない異例の呪術を多数行ったことが挙げられます。千年には、消失した代理の再建終了後、一条天皇が代理に戻る際、当時は建物には霊や鬼が住むと考えられていたことから、通常は陰陽寮所属の陰陽師によって米をまく参具という儀式が行われることとなっていました。ですが、この頃すでに80代間近になり、天文博士を引退し正確には陰陽寮の官人陰陽師ではなかった春明は、自らの手で、参具ではなくこれまで入居時に用いられることのなかった変梅の儀式をもって代替としています。洗礼が重視される平安時代、ましてや天皇が関わる出来事において異例に異例を重ねる儀式が許されたのは、工作も混じりながらではあるものの春明の名声が十分に高まっていたからであり、この名声を使って春明は独自の陰陽道を創出していきます。春明が流行らせた代表的な呪術が延命を願う大山福雲祭で、それまで馴染みのなかったのが、春明自ら貴族たちに御利益を説いて回り、ついには一条天皇に対し、それまで延命を願うために行われていた大厄祭りに代わり、自身が推す大山福雲祭を行うことに成功しました。春明が独自の陰陽道の創出にこだわったのは、死してなお陰陽道の権威として崇められる師匠、鴨野康則の名声を超えることを目指したためとされます。ですが、後年、新進気鋭の若手陰陽師が独自の儀式を行って名声を高めようとしたところ、異端だと袋叩きに遭う事件も起きており、春明の行為はある意味タブーでした。春明が異端とも言える新たな陰陽道を創出できたのは、長命により陰陽道のトップに立ち続け反対意見を封じられたからであり、霊剣複製の手柄横取りも合わせ、長生きによって強引に陰陽師としての権威を高めていったのです。もっとも、春明はその名声に見合うだけの実力は有しており、1004年には、干ばつの中、雨乞いの儀式、御流祭を行って見事に雨を降らせたことが、藤原道長、藤原実助の日記に記されています。この頃の春明の影響力を物語るエピソードとして、1001年に一条天皇の聖母、明子が亡くなった際、宮中で新年を前に鬼を外に払う追儺の儀式が中止となり、貴族たちも追随し自粛ムードが広まっていたのを打ち消したというものがあります。春明は自粛ムードの中、自宅で追儺の儀式を行い、春明が儀式を行うのを見て、教授の家で例年通り儀式が行われるようになったことが当時の記録にあり、陰陽道の第一人者として世間から認められていた証拠と言えます。
春明は994年に天文博士を辞任して以降、陰陽寮の官人ではなくなっていましたが、その後、権力者となった藤原道長の家人になったとされます。春明は、道長の講演を得て順調に貴族としての出世を遂げていき、税に関わる数江の権之助を務めるなど、陰陽師以外の官職にもつき、以外も陰陽師としては異例の樹脂上まで登りました。道長にはそば近くで仕えており、2004年には83歳になった春明が供述であることを見落とし自宅で仏像の造立を始めようとした道長に取りやめるように連絡するなど、朝廷行事に限らず私的な場面でも主人と家人としての関係がありました。当時の道長は左大臣で並ぶ者がいない権力者でしたが、春明の吉凶の判断には全て従っており、春明は権力者の行動まで左右するほどの力を有していました。道長の全盛期に陰陽師として活躍した春明は、師匠の鴨の安典を超えるのではなく、自分職を打ち出すことで同時代の貴族の支持を得て安典の影響力を塗り替えていき、名声を欲しいままにする中、2005年に84歳で生涯を閉じます。春明には義平、義政の二人の息子がおり、二人とも春明から始まった陰陽師の家としての安倍家を引き継ぎ、やがて子孫は土御門を名乗り、陰陽寮のトップを代々務め、明治時代の西暦採用に至るまで、天文、暦に影響力を持ち続けることとなりました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。